剣道一直線、犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室。皆さんこんにちは。ワンちゃんコミュニケーション教室の始まりです。ナビゲーターはワンちゃんと飼い主さん双方の思いを尊重したフェアトレーニングをモットーとするディンゴの認定マスターインストラクタートレーナー末川義和とディンゴ認定インストラクターの名護です。よろしくお願いいたします。この番組はご愛犬との暮らしを楽しむためのアイデアをお伝えする番組になります。私たちが所属するディンゴでは支配服従の関係ではなくパートナーとしての関係を築けるよう様々な情報を科学的根拠に基づいてお伝えしております。78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。今週も、まおちゃん、はい、来てくれております。やった。池村インストラクターです。じゃあ自己紹介お願いします。お願いします。はい、ディンゴ認定インストラクターの池村まおです。今週もどうぞよろしくお願いします。お願いします。そんだけ4月から沖縄に。もう今日4月1日ですよ。そうですねもう4月ですね。はい、4月1日、はい、4月からアドリブに弱いタイプです、はい、弱いです。もう我々ですねこのラジオでみんなそうです。三重に何年いたんでしたっけ。そうですね、はい、三重に3年いまして、はい、今月から戻りまして沖縄に戻りまして、はい、出張トレーニング、ペットシッター、お散歩代行のサービスをメインに、はい、すいません、はい、犬道楽のチーフインストラクターとして、お仕事をさせていきますのでよろしくお願いさせていきます。なんか私がきっとやらされるんでしょうね丁寧な言葉と思うと全然使えないです。すみません。あと1年研修かもかな。ガビンいただいてよかったの。緊張しちゃうよね徐々に慣れていきたいと思います。頑張ってまいります。よろしくお願いします。自分で徐々に慣れていくって今時の子だ三重で3年間、はい、お仕事内容としては、あ、はい、主にペットホテル、ワンちゃんのお預かりをメインにしていたんですけども、朝のお散歩でご飯使ってのトレーニング、あ、内容ですね、ホテルの内容として、朝のお散歩、ご飯を使ってのトレーニングと、あと、お昼もちょっとワンちゃん同士で遊んだりとかで、また夕方お散歩とで夕方のトレーニングっていうのを主にメインでやってました。なんかすいません沖縄に帰ってきたらそれを生かしてね、はい、また新たな展開をっていうところだと思うんですけど、はい、楽しみですね。多分三重とまた犬種だったりとか、ね、うん、環境だったりとか、その飼い主さんのね、いろいろそういう家庭のね事情とかも三重とは違う部分が多いんじゃないかなって思うんで、はい、ドキドキですねこれからね。ドキドキ頑張っていきます。素敵お散歩とかね、そういうのはね、どんどん啓蒙していければいいよね、うん、なんかほらお散歩って場合によるとなんかヒーリング、ヒールポジションでずっと横についてお散歩してほしいみたいなイメージの人いるけど、うん、
かえって危ないよね、横にいるとね。見えないですしね。犬がどういう状態かって見えてないんで、うん、犬を見てると今度前見てないからね人間がね、うん、だからリードが張らない範囲で1メーターぐらい前かな、人間の前、うん、そのぐらい歩いててくれると道路状況も見やすいし、何かあったら対応できるし、犬の状況も見やすいよね。そうですね。だからそういうお散歩のやり方とかね、そういうのもどんどんレッスンとしてやっていけたら、うん、なんか現実的なことをどんどんレッスンに落とし込んでいきたいよね。はい、爪切りだったりとかね、うん、ブラッシングだったりとか、そういうところね、うんうん、そういう部分で問題が起こってしまう、うん、そしてコミュニケーション取れなくて、最悪の関係になってしまって、お互い苦痛でしかない、うん、時間になっちゃうんでね。悲しいですよね、そんなのは ね。もうね、何十年も行きますからね、うん、何十年はない十何年あ、でも30年って言ったね、この前ギネスに乗った犬、うん、30歳本当ですか、うん、ニュースになってました ね、 なんかね、30歳だよ、なおちゃんの年上だね、大先輩です、 すごいです ね、 ね、でも平均寿命もね、13、4とかね、うん、ありますから ね、 ね、健康で寿命伸びてほしいよね、うん、介護で寿命伸びるのも、まあ、死ぬよりはいいのかもわかんないけどね、うん、なかなか大変だからね、介護もね。そうですね、まあ、でも最後までね、お互いいい関係で、お互いがなんか楽な関係でいられるのがいいですよ ね、 ね、なんかずっと緊張してるとか、ね、ピリピリしてる、うん、よりかは ね、うん、まあ、ね、お散歩も横にビタッっていうよりかは、まったりとね、お互いゆったりとできる方が絶対いいでしょうし ね、 ね、うん、やっぱりコミュニケーションを取ってほしいね、うん、いうことを聞かせるんじゃなくてね。そうですね、無理やりとかじゃないっていうのがやっぱいいよね、うんうん、真央ちゃんとこのライ君、犬は、あ、ライちゃんと女の子か名前がちょっと見た目はね、結構やんちゃそうな顔してますからねいやいや、それが見えてちゃんとした顔になった、ちゃんとした顔になった、女の子の顔になったんだそうですか、うん、会いたいな、あれ違う犬かなと思った、うん、変わったよね、うん、女の子になった、あら、ぜひ会っていただきたい、会いたいな、そろそろ会えるのかな、はい変わった、変わった顔それで、何歳だっけ、今6歳に、あ、もう6歳なのか、はい、赤ちゃんの時からだから ね、 ね、赤ちゃん知らないんだよね、1歳の頃とか来、あ、蓬莱の、そう、いや、でも1歳になる頃に、あ、そうです、1年生の時にいたっけ、私の、はい、1年生の時にいて、もういたんだよね、はい、入学の時、じゃあその前知らないんだね、その前は、うん、ね、だから赤ちゃんの頃はまだ分かんないんだね、うん、そうだ、どうだったっけ、入学前の数ヶ月前に、あれ、ほら、なんだっけ、ジャシキひなさんとか安田さんとか、はいはい、あの年の先輩かな、スタートで入ったんじゃなかったかな、多分そうだと思います、ね、だからいないんだよね、うん、若干最初の頃は知らないかもしれないですね、そう、6月かなんかに来たんだ、うんうんうん、でしたね、そうだそうだ、赤ちゃんの頃もね、そう、何ヶ月ぐらいでした、 3、4 ヶ月とかそれぐらいだったんですかね、うん、なんかそんな記憶ある、うんうん、今でも時々昔のデモンストレーションビデオで、はい、こうライがなんか釣り上げられたマグロのようになってるあのすれ違いの BBCT の報道ライがこうすれ違うんだけど回転して飛んでくるやつですね、普通に歩いてるけどライはこうもう釣り上げられたマグロ状態でぐる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 っとこんな感じだから無足歩行してすごいな、今じゃもうありえないだろうけど、そんな時代もあったんだよ、ライの若気の至りだったんですね未だに笑い止まんなくなるあ、そうで、兄弟犬がね、ホウっていうのがいて、はい、でそのホウとライでホウライ、うん、という、レストランが昔、あそこ若狭一丁目にあったんだよね、はい、今もなくなったけど、そこによく学生さん連れて一般の飼い主さんクラスが終わった後の反省会、そこで、はい、ね、懐かしいですね、食事しながらいろいろ言って、ああでもないこうでもないって話しながら
それで、犬たち迎えることになって名前をつけるってなって、うん、それでそのレストラン蓬莱宝と来るっていう名前をつけて、はい、でそれをまた、ね、沖縄の学生さん優しいからこういうことで命名しましたっていうなんか症状じゃないけどねちゃんと書いて写真つけてそのレストランに持って行って、もうおじさんおいおい泣いちゃって別に名前使っただけなのに、もうおいおいおじさん泣いて大変なことになって命名札みたいなの貼ってましたよね、壁にね。そうでレストランに、貼ってもらってまあレストランの人も意味わかんないねなんでここにか関係余っちゃったんだ、ね、ちょっとあれはわかんない、ポイントはわかんないけどスイッチわかんないけど、わかんないけどわあ懐かしいですね。でもそれが 3,4 年前ぐらい、もっと前かな、もっと前かもしれないですね。いやいや、だから6歳なんだから6年前で、あ、そっかそっか、うん、早いですね6年、学生6年前ってことですか。そういうこと、そうで信じられない、ね、優しいおじさんだったな。うん、学生連れていくとね、もう食べきれないどころか持って帰れないぐらいさ、天ぷらとか出してくれて、そうでしたね、なんかいろいろね、バナナとかもすごかったよね。もう真っ黒系のバナナなんだけど、はいはいはい、それがまた美味しいんだけど、猛烈な、もうね、それこそ50本とかそんなレベルで学生たち持たせても、学生たちも持って帰れない状態でそれを学生が私のところに持ってきてました今日はどこに配るとかってみんな作戦立てて、好きでしょうつって私バナナ食べれないんだけどいや食べるんですいや懐かしい、ね、優しいおじさんだったねそんな環境の中でね、ライちゃんは育ってきたわけですけれども、マグロだったんだよ、マグロだったライちゃん、前世はマグロだった、前世マグロマグロの時の記憶はあるんでしょうか、どうでしょう。いやもうそうか、あの頃はごめんなさいですね。いやいやでもどうでしょう、三重に移動してからライちゃん少しずつ落ち着き始めたんですか。そうですね、はい、やっぱりうん、一緒にいれる環境が、ね、人間と一緒にいないとね、うん、あとは刺激がとにかく増えましたね。他のワンちゃんに会ったりとか、うん、他の人が来るような環境、お店に一緒にいるので、うん、他の、ま、あの飼い主さんが来られた時の音だったりとか、あとはお散歩でもそうですね、匂いも全然違うと思いますし、野生の動物の匂いだったりとか刺激が日々いっぱいあるのもあって、その一日の体力しっかりそこで使って夜はぐっすりって感じで、うーん、にとっても充実した場所で過ごせてるなっていうのは思いますね。はい、刺激はいっぱいでしょうね、今まで住んでた環境と全く違って、ね、頬しか知らなかったような大ちゃんが、ほぼ空を見ない毎日だもんね。うん、そうですね、はい、うん、学校ではね、うん、なかなかね、そっかそっか、今じゃのんびりのびのびやってるんですねマグロになることなく釣り上げられてね、釣り上げられたマグロにはなってる。そのラインもちょっと懐かしいんですけど面白いよね、どうしてそこまでなんか暴れるかな、そのままね釣り上げてないのにね、釣り上げてないのに自分でわーっともがき登りきってるんでね、うん、面白い子でした。ライが6歳なんですね。面白い子でしたって死んでないまだ元気です、あの頃のライはそういう意味ね、あの頃のライはもう卒業したという意味でね、うん、いやいいですね、そういう風にねなっていけると、うん、その兄弟の方はどうなってんだろうね。ほうちゃん最近情報はないですけれども、うん、なんか譲渡された後はまったりのんびりやってるみたいな情報はいろいろ入ってたんですけど、最近は連絡取ってないですね。あ、うん、合わせたいですね、ほうちゃんとライどんなリアクションするかな、またマグロになる戻る戻る再び再びマグロの一本釣りになった
どうにかうまく会える環境を整えて。ほうちゃん多分自由にのんびり暮らしてるでしょうからね。ほうの方がマグロになるかもしれない。そっか。じゃあライちゃんは普段はいろんなワンちゃんたちと常に一緒にいる環境なんですね。そうですね、はい、やっぱりあの日々あのお預かりするワンちゃんも変わるので、合うワンちゃん合うワンちゃんが、あ、なるほど。その毎日じゃそういうホテルに来るワンちゃんたちと、あ、そうですね、挨拶してもらったり、そのお預かりするワンちゃんが犬苦手な子とかもいたりするので、ライにちょっとあの会ってもらって、ライかなり落ち着いて会ってくれるようになったので、お尻の匂い嗅がせてくれたりとか、あの何でしょう、ワンって吠えたりとか、あの何々ってすごい興味持ちながらグーって近づくようにはせずに合わせているので、あの相手のワンちゃんが結構安心して会ってくれてるなっていうのは思いますね。なので、そのちょっと怖がりなワンちゃんとの相方っていうのもライ自身があのかなり学んでくれてるなっていうのは、人としても助かります。本当にワンコ先生というか。ね、ワンコは先生ですよね。飼い主さんはそれはなんか要望なんですか？うちの子ワン、あの犬が苦手だからみたいな感じなんですか？あ、そうです、あの犬にならせたいとか、あとちょっと元気すぎるワンちゃんとかだと、その他のワンちゃんが受け入れてくれない、元気すぎてあの聞いてるなんかあなた誰も会いたくないですとかっていう元気な無礼者って。でもちょっとライ叱ってくれるというか、その今は失礼だよとかっていうのはあの、犬同士のコミュニケーションで教えてくれるので、そこでちょっとずつ犬の挨拶の仕方っていうのを犬同士で教えてもらうっていうのをしてくれてます。犬とまあ仲良くしてほしいとは思わないですけどね、なんか一緒にいても、ね、落ち着いていられる関係性っていうのはいいですよね。はい、それをライちゃんが教えてくれるんだ。なんか私も学びですね。なんか今なんでライがこの行動をそのワンちゃんに取ったかっていうのを考えると、なんかどんどん、そんなんでしょう、犬同士のコミュニケーションが見えてくると、なんか人がいつ介入するべきかとかっていうのもすごい見やすくなってくるの で、 ですね、私も日々勉強ですね。ライは先生なんだ。はい、私の先生。しみじみ。そうか、犬種とかは特に関係なく合うんですか皆さん？そうですね、はい、でも大型犬の子とかになるとライが怖がっちゃったりとかっていうのもあったりするので、結構激しくあの近寄られたりすると、そういう時はそのサークルを使ってあの距離を取れるようにしたり、その大型犬の子にリードをつけてちょっと行動を止めたりしながらっていうのをしてはいるので、研修は問わずに合わせていきたいっていうのはありますね。人の願望ですね。まあでも最初管理は大事ですよね。いきなりがっつり合わせるわけじゃなくてね、反応見ながらですよね、コミュニケーションも。そうだから無理に合わせることないんだよね。なんかね、すぐ友達にさせたがるけど、友達にさせない必要もないけど、犬が嫌だって言ってるのを優先してあげてほしいよね。あのうちの子は大丈夫っていう人いるけどね、相手の子がいいかどうか考えちゃうところですよね。それはただの乱暴なやつだから。なんか、ね、人に置き換えてみるとね、イメージしやすいのかなって思うんですけど ね、人によってもやっぱりシャイな人、あのコミュニケーション得意じゃない人とかいるはずなんで、あの人苦手とかっていうね人もいるでしょうから、その人に無理やりハグしたらやっぱり嫌だし、ね。絶対ね、あっちがガンガン来られるとちょっとってなりますもん ね、そういうのはちょっと ね、 ね、たまにいますよね、やっぱり お散歩してると挨拶しましょうみたいな、ほら挨拶しておいでみたいな、向こうから来ますけど、ね、まあ、うちは間に合ってますみたいな、大丈夫ですって感じですけど、環境整えないと怖いですね。合わせていくのそうですね、お散歩中にいきなりとかっていうのは、そうですね、全く知らないしっていうか、
情報ゼロですからね。なんなら飼い主さんも知らないからっていうのは結構ありますけど、それでほら犬がうまくやってくれる時があるからね、うん、だから大丈夫だと思う人が多いんだろうな、そうですね、うん、犬は空気読んでくれたりもしますからね、本当にそう、我慢の顔すごいですよね犬のねなんかすっごいシパシパさせて ね本当に困った顔するね、うん、困った顔でゆっくりこう顔背けたりとか飼い主さんにね目線向けてきてちょっとなんとかしてみたいな、うん、ありますけど、そういうのをねやっぱ飼い主さんとかも見てね、うん、あ今何考えてんのかなって、そうコミュニケーションそういうところから拾って、うん、で取ってあげられるようになると嬉しいですけどね、はい、そうそう、何考えてるかってねやっぱ常に考えてあげて、うん、その正解かどうかっていう答え合わせは犬の次の行動を見てみれば分かるんだよね、うん、そこを思ってんのかなと思ったらそれに対する行動が出てたら、ああ考え方が合ってるっていう、そういう調整をしていくとだんだん犬の考え方が分かるんだよね、それを見たまんま判断しようとするからおかしなことになって、うん、考えが及ばないことになるんだよね、じっとしてるのは平気なんじゃないんだよね、じっとしてるのは嫌だっていう合図だっていうのを分かってほしいんだよね、それなんて頭の中のこと読まないとなかなか分からないことだからね、そうですね、うん、想像するっていうの大事ですよね、うん、いろいろうちのね、うん、はい、あごめんなさい大丈夫ですか、はい、あの5歳の息子もですね、この家にいる四つ葉が近くに来るといろんなことを考えて、ご飯が食べたいんじゃないとかお水が飲みたいんじゃないとか、もしかしてあっちに行きたいんじゃない、こっちを開けてみればみたいな感じでいろいろやって、あやっぱりそうだったみたいな、そう5歳なりにね犬の感情を読み取ろうとして一生懸命やってますけど、そういう考え方ができる子は、うんね、絶対将来的に人のことを思える子になるからね、いいよね、そうだと嬉しいですけどそうだよ絶対、ちょっと呼び出し食らうんですけど大丈夫ですか、保育園からそれを信じて、はい、うん、そうなりますよ間違いなくね、いいねさあ真央ちゃんは、はい、4月からどんな活動していきますか、はい、犬道楽のチーフインストラクターとしてしていくんですけども、させられるんじゃなかったよかった、はい、また私やらされてちょっとビビったドキドキ、先週そんなこと言われた記憶がある、はい、失礼いたしました先週は、で出張トレーニング、もちろんその家庭によって、もちろんワンちゃんの個性も違うので、それぞれのご家庭にあったお悩み相談をしていきたいっていうのと、あとお散歩代行、あとペットシッターっていうのをやっていきたいと思っております。ペットシッターって言っちゃいけないんだよね、はい、楽しみだ4月から、はい、ね、楽しみです、はい、道楽のワンちゃんコミュニケーション教室、そろそろお別れの時間です。次回もワンちゃんへのコミュニケーションのお話をします。犬道楽のワンちゃんコミュニケーション教室は毎週土曜日夕方5時30分から放送しています。ラジオは FM 那覇 78.0MHz、 インターネットはリスラジでリアルタイム配信、 FM 那覇の YouTube チャンネルからもお聞きいただけます。番組へのご要望ご相談は犬道楽のホームページ 01-INU-DOURAKU 数字の01から始まる犬道楽で検索していただければ見つかると思います。
それではまた来週お会いしましょう。ナビゲーターはディンゴマスターインストラクタートレーナーの末川と、インストラクターの名古とインストラクターの池村でした。さようなら。